皆さんお元気ですか。私は東京ホライズンチャペルの渡辺です。今日5月26日月曜日の QT です。サムエル記の第2、14章の1節から11節までで、人間の計略を捨て神の知恵を求めましょうという題のもとに QT を進めてまいります。アブシャロムがダビデの元を逃れて3年が経ちました。ダビデは死んだ長男アムノンのことで悔やんでいました。アブシャロムに会おうとはしませんでした。ダビデのしもべヨアブはダビデの心にアブシャロムに対する敵意があるのを見抜き、ダビデとアブシャロムの仲を取り持とうとします。しかし第二サムエル記の14章の1節から始まるこのダビデの物語は、ダビデのさらなる葛藤の始まりの序章にしか過ぎません。知恵者ヨアブですら、ダビデとアブシャルムの関係がどう展開していくのかまだ分かりません。人の善意が必ずしも神の御心にかなう結果を生み出すとは限らないということです。サムエル記第214章1節から11節。ゼルヤの子ヨアブは、王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて、彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し礼をしていった。お救いください王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは、残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りの者までも、この地上に残さないようにするのです。王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすれば、もう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も
決して地に落ちることはない。ダビデは3つの悲劇を経験します。第1番目に息子アムノンがその妹タマルを姦淫してしまったこと、第2番目の悲劇はアブシャロムがアムノンを殺害してしまったこと、そして第3の悲劇はそのアブシャルムが父ダビデを逃れ3年の月が経ってもダビデと関わりを持とうとしなかったということですね。このダビデ王家に起こった不幸は家臣たちに知れ渡り、ユダの民たちにも知れ渡っていたはずです。ダビデは父親としてアブシャルムを愛していましたけれども、王としてのダビデは公儀に基づいて兄アムノンを殺害したアブシャロムの罪を許しておくことはできませんでした。その心を見透かしたのが部下の一人でイスラエルの将軍ヨアブでした。14章の1節にツェルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。敵意を抱くという言葉は非常に不可解なニュアンスを持っている言葉です。普段だったらばこの言葉は英語のタワード、トワードという言葉で翻訳されます。要するに王がアブシャルムに対して思いを抱いているというふうに翻訳することができるんですけれども、この文脈を見てみるとアムノンがタマルを犯してしまった。悲劇が起こったということを踏まえて理解するとそれは against、反対するという敵意という意味で翻訳することができます。アブシャロムに敵意を持ったということですね。ヨアブはそのような王の心模様に気づきました。普通のしもべであればそうはいかないでしょう。しかしヨアブは気づいていた。そこにヨアブの知恵者としての凄さがあるし、またダビデがヨアブを側近中の側近として用いた理由があるように思います。ヨアブに関してですけれども、第一番目にヨアブは非常に洞察力の優れた男でした。彼はただの軍隊の将軍ではなく、ダビデの心の内までも見透かす能力を兼ね備えていた男でした。伝道の書の2章の14節に、知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩くという言葉があります。ヨアブはダビデを国を治める王としてだけではなくして、父親としてのダビデの姿を見ていました。それはダビデにとっては心強い助けにもなれば、彼の弱さを知っている存在としてヨアブはダビデの脅威にもなる存在だったわけですね。ダビデのアブシャルムに対する敵意をヨアブは感じ取っていました。第2番目にヨアブは身の振り方をよくわきまえた男だったようです。なぜヨアブがダビデとアブシャロムの仲を取り持とうとしたのか。それは取りも直さず、長男のアムノン亡き後、アブシャロムが王位順列の第一位にあったからです。将来ダビデの後を継ぐのは今のところアブシャロムであることをヨアブはよく知っていました。またヨアブ自身は自分の将来のことを考えていましたが、アブシャロムとダビデのもとに、アブシャロムをダビデのもとに帰還させることが、アブシャロムに対して同情心を抱いているユダヤの人々の心にかなうということを彼は見抜いていたのではないでしょうか。またアブシャロムに恩を売っておいても損はないと考えたかもしれません。第3番目にヨアブは人間をよく知っていました。ダビデは戦いの勇者であり、情に厚く、そして王としても申し分のない政治家でした。しかし文句のつけどころのないダビデも愛に飢えかわえていた。ダビデを愛した女性は多くいましたけれども、ダビデ自身が愛した女性バテシェバ、彼女が初めだったわけです。またダビデはエッサイの8番目の子で、ゴリアテに勝利するまで不必要で役に立たないものとして取り扱われていました。ダビデは自分が卑しい身分の出身であることをよくわきまえていましたが、ヨアブという人はそのようなダビデの本当の姿をよくよく
理解した上でダビデに仕えていたわけですね。私たちはヨアブという人を知れば知るほど、そのほとばしる知恵と才能の素晴らしさに驚くわけですけれども、聖書においてヨアブはいつもダビデの陰に隠れ、あまり注目されない人物です。この軍師的な存在ヨアブ、ヨアブから多くのレッスンを私たちは学ぶことができるはずです。ヨアブは先ほどの伝道の書の言葉を借りるならば、頭の目を持った人です。頭でよく考え、よく判断することのできた、洞察力の非常に鋭い男だったわけですね。彼から学ぶことがあるとすれば、それは何でしょうか。第一番目に、人に仕えるということ。彼は徹底的にダビデに仕えました。しかし彼の仕え方は、非常に賢いものが主に仕えるように使える使い方でした。ただ奴隷のように言われたことだけをしてダビデに使えたとしたならば、ダビデもヨアブをそれほど高い位にはつけなかったでしょう。しかし彼はダビデの心を知り、そうです、頭の目で見ていたのですね。ダビデの必要をすべて満たしていくことができた男でした。第二番目に、ヨアブは自分を決して見失うことのない男だったわけです。地位や名誉に溺れることなく、ヨアブは自分の立ち位置というものをしっかりとわきまえていました。ダビデに仕えることによってヨアブは繁栄しましたし、ダビデを敬うことによってヨアブも尊敬を受けました。ヨアブはその生涯、その知恵と才能がどれほど優れていても、自分自身をダビデと同じ立場、もしくはダビデより上に置くということはしませんでした。ダビデは主から油注がれていた王であるということを彼はよく知っていたのですね。第3番目に、彼は決断と行動の早い男です。ダビデのアブシャロムに対する思いを知ったとき、ヨアブは速やかにテコアの女を使ってダビデとアブシャロムの間を取り持ちました。良くも悪くもヨアブの決断と行動は早い。そして第4番目に、ヨアブは時を見ることができました。アブシャロムがダビデの元を離れてもうすでに3年が経っていますが、これは周知の事実です。誰一人として知らない者はいませんでした。ヨアブはダビデがアブシャロムに対して抱いているこの敵意という思いを早くから気づいていたに違いありません。彼は確かに類いまれなる知恵者です。彼は二人の間を取り持つために3年間の時間を待ったに違いありません。戦略家だったということが言えるでしょう。時を見る、時を計ることができた恐ろしい男がヨアブでした。すべてのことには時があります。人には人による都合、人の時というものがあります。しかし神には、そのご計画を成就するための神様の時というものがあります。神様の時を待ち、そしてその時が来たならば速やかに判断し行動してみましょう。